はい、ヤマハ社よりリリースされていますボーカロイド5、今回からこの解説をシリーズでお届けしていきます。このボーカロイド、もうご存知の方大半かと思うんですけども、実際に人間の声を収録して、その声をボーカロイドの技術で合成することで、このように音階をつけられたり、細かいピッチのニュアンスやビブラート、タイミングや抑揚など自在にコントロールができます。そして後に解説するフレーズ機能には2000を超えるボーカルフレーズが用意されており、これらを組み合わせて作曲が可能です。もはやボーカロイドという枠を超え、強力なボーカルソフトへと進化を遂げています。ボーカロイドは2003年に発表されまして、2004年からパッケージ版としてリリースされています。そこからバージョンアップを重ねていき、現在ボーカロイド5になっていると。以前のバージョンボーカロイド4からも多くの機能の追加、そして改善が行われています。実際にこのボーカロイドを使用して楽曲を作ってみました。メインのメロディーに対してハモリを入れたり、エフェクト的な要素も入れていますので、一度ご視聴ください。届きそうで届かない距離を、たわいもない言葉で埋めてく、平行線のマイラブ、笑う君の一歩後ろ、大きくなるマイラブ、戸惑って動けないよ、変わりたいと思いながら踏み出す勇気がないんだ。このような形で様々な表現を行うことができます。まずこのボーカロイド5、新機能として非常に嬉しいのが、 Apple 社の DAW ソフト Logic Pro の AU 規格にも対応しました。この連携起動の方法も非常にシンプルになっていまして、他のソフトシンセと同様にソフトウェア音源から起動します。サードパーティー音源の中にヤマハコーポレーションというカテゴリーありますので、この中のボーカロイド5トラックを作成しますと、このようにボーカロイドが起動します。このボーカロイドの再生は DAW のスタート位置に完全連携します。ここで1点把握しておくべき項目があります。これは AU VST 共通になりますが、ボーカロイドのノートは通常の音源のように DAW 上に記録するのではなく、このボーカロイド上の各トラック、パートに記録していくという形になります。あとはこのようにノートを入力していくだけで簡単にフレーズが作成できます。それではキューベースに戻りまして、このボーカロイドの中確認していきましょう。キューベースからボーカロイドを起動する概要も、インストルメントトラックからボーカロイドを選択、トラックを追加という感じです。で、この時一つ注意点がありまして、ボーカロイドがすでに立ち上がっている場合、二つ目のボーカロイドは使用することができませんので、プロジェクト上では必ず一つのボーカロイドを使用していくという形になります。一度ボーカロイド削除しまして、もう一度新しく立ち上げてみます。トラック追加からインストルメント、ボーカロイドを選択した後にトラック追加と。これで準備が完了です。画面をご覧いただきますと、一つのトラックがある状態です。この下部分ドラッグすることで、表示をカスタマイズすることもできます。あらかじめ作成されているこの入れ物をパートと呼びまして、この中にノートを入力していきます。このパートはドラッグでこのように移動ができるほか、デリートで削除。新たにパートを作成する場合は、こちら、ツールを鉛筆に変えて指定するという感じです。ダブルクリックをすると、この中に入ることができまして、現在このパートがある3から4がハイライトされて、この部分と連動しています。このウィンドウの表示も上下ドラッグでカスタマイズすることができまして、最大まで拡大しますとこのような形となります。実際にこのパートの中にノートを入力していきますが、この入力も非常に簡単で、ほぼ全てのダウンに搭載されていますピアノロールと同様の概要となります。左に鍵盤が並んでいまして、ピッチの変更、横軸から演奏タイミングとなっています。また作業の内容に合わせて、この範囲を縮小、拡大したいという場合もあるかと思います。縦のズームはこの部分をドラッグして最適化することができます。そして横のズームはこの右下ですね。これをドラッグすることで見やすく配置が可能です。ノートの入力はこの鉛筆ツールを使います。これを選択して、あとは希望の部分をクリックしていくという感じです。このように誤った操作を取り消すには、Mac コマンド Z、Windows コントロール Z。これで一つ前の操作に戻りますので、覚えておくと便利です。もしくはノートを選択してデリートキー。これで削除も行えます。ここからここが1小節で、1マスの音階が8分音符となっています。
この音階を変更することもできまして、それがこのツールの右部分をクリックして、例えば16分。さらに細かくですね、ノートを入力できます。このノートの長さもカスタマイズできまして、クリックしてノートを離さずにドラッグしていくと。そうすると入力の段階で長さを調整できます。このノートを入力した後も左右ドラッグすることで、このような形で長さを変えることもできます。現段階のサウンドはこんな感じです。しっかりと指定したピッチ、タイミングで歌っています。この歌詞ももちろん変更することができまして、同様に鉛筆ツール、もしくは矢印ツールを使用して、この歌詞の部分をダブルクリックします。そうしますとテキストで入力できるようになります。例えば、届きそうでと入力します。これで聞いてみますと、届きそうで。この歌詞の入力、一つ注意点がありまして、選択した歌手、ソフト上ではボイスバンクと呼びます。このボイスバンクによって、英語と日本語の使い分けが変わってきます。そのボイスバンクはこの部分、ボイスから切り替えることができます。このボーカロイドのパッケージには、スタンダードとプレミアム、2つのタイプが用意されていまして、スタンダードの場合は、エイミ、クリス、カオリ、そしてケンが用意されています。残りの4ボイス、これらはプレミアムのみで使用できます。日本語と英語、どちらを歌わせたいのかというところをここから決めていきます。英語ですとこの4ボイス、日本語ですとこの4ボイスということになります。ここではプレミアムに含まれる VY1 を選択します。このように英語で歌わせるのか、日本語で歌わせるのか、というのを歌詞の入力前に事前に決めて指定しておく必要があります。これら歌い方や表現、そしてサウンドをカスタマイズすることができるのがこちらスタイルとなります。このように100種類を超えるスタイルプリセット用意されていまして、これらを選択するだけでもサウンドのクオリティ高めることができます。例えばこちら選択します。これでスタイルが適用されます。届きそうで。これら選択したスタイルはさらにカスタマイズを行うこともできます。このあたりは次回以降の動画でしっかりとお伝えしていきます。フレーズのエディットに対してもう一つ強力な機能があります。それがこのミュージカルエディターのコントロール中央、アタックエフェクトとリリースエフェクトです。ノートですね、隠れてしまいましたので、この部分上にドラッグして表示させます。この機能はノートの入りのアタック、そしてノートの中のリリースエフェクト、それぞれに対してピッチや音量、音質や特殊効果を与えるという機能です。例として最初のノート、このアタック部分のピッチに適用してみましょう。アップを選択してみると、このようにピッチのカーブが変わりました。このオレンジ色のカーブは音程の推移を表しています。一度聞いてみましょう。届きそうで。このような形ですね。ちょっとこのカーブのニュアンスが強い、逆に足りないといった時は、このノブから効果量を調整できます。左に回すほどこのように効果が薄くなり、逆に右に回すほどこの効果が強くなります。中央で少し派手でしたので、左側、ちょっとこの効果を抑え気味にしてみましょうか。届きそうで。こんな感じでナチュラルになります。それではもう一つ、こちらリリースエフェクトを使用してみましょう。ソ。このソというノートですね。ここに対してビブラートをかけてみます。このようにビブラートの種類もかなり豊富に用意されています。ビブラートのノーマル選択します。あとはアタックと同様に効果量の調整になります。例えばこれを極端にした際は、届きそうで。かなりニュアンスが強く出ますので、こちらも最適な値探してみましょう。このカーブを目で見ながら調整できるというところは非常に嬉しいですね。届きそうで。こんな感じでしょうか。このような細かなニュアンスを調整して、ボーカルにリアルな表情をつけるといった時に非常に重宝する機能です。これら詳細のテクニックに関しては、追って動画で解説していきます。そして、楽曲を作成していく中で、どうしてもメロディーが思いつかない、もしくはオケはあるけどメロディーが作れないという方もいらっしゃると思います。このような場合に積極的に取り入れていきたい機能がフレーズ機能となります。この部分クリックしますと、フレーズにアクセスすることができまして、ボーカルフレーズやオーディオサンプル、合計2000種類以上のフレーズが内蔵されています。この左部分から絞り込みを行っていけます。例えばジャパニーズのフューチャーポップ、ブライト選んでみましょうか。こんな感じでかなり絞り込まれました。フレーズをクリックすると、視聴が行えます。どこまでも瞳閉じれば。フレーズが気に入ったといった場合ですね。これをタイムラインにドラッグをドロップすることで、簡単に楽曲に取り入れることができます。一度ですね、これを消して聴いてみましょう。このような形ですね。各ファイルの右にはフレーズのキーが表示されています。これを現在作成している楽曲に最適化することができます。この方法も簡単で、このトランスポーズ部分をクリックします。ここからですね、楽曲のキーを選択します。その後に目的のフレーズを楽曲にドラッグ&ドロップすることで、フレーズのキーが自動的に最適化されて楽曲に配置されます。いくつもの時を超え、ここからメロディーの着想を得るという使い方も有効かと思います。またこのパート、ダブルクリックしますと、このように中に入ることができ、ノートやタイミングもカスタマイズできます。フレーズとスタイル、
そしてアタックリリースの組み合わせで無限ともいえるボーカルバリエーションを生み出すことができます。はい、といった形でボーカロイド5の解説進めてきました。次回はこのフレーズ作成機能を中心として解説を進めていきます。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。